はい、こんにちは。セロカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、l i カ a ファンなら、ほぼおなじみと言ってもいい。こちら、ボディとレンズが一体になったシリーズ、l i カ a Q2 ですね。はい。2019年に発売された初代の後継機になりますね。4730万画素。 のシリモスセンサーフルサイズセンサーですねを採用しておりましてほぼ通販デジタル機に迫るですね解像度を誇るボディとなっておりますねはい店主のですね個人的にも非常に気に入っているカメラでして、はい、海外国内旅行にですねこの Q シリーズどこに行くにもですねもう気に入って必ず持っていくシリーズ になっておりますねはい旅カメラとしてはですねもうこれ以上の相棒はないと思っているボディになっておりますので是非是非こちらの動画も最後までご覧いただいてチェックしていただけたらと思いますはいえー、こちらですねレンズがズミルックス2 8ミリアスフェリカルレンズですね F 値が1.7の初代から引き継いだ レンズですねこちらを搭載しております。はい、あとはですね初代から変わったところといいますと、えー、ファインダーがこちらですね UKEL、ね、を採用されたことによって格段に見やすくなった電子ビューファインダーですね。あとはですねこれちょっととした雨とか結構 水辺、海辺で撮影しているとですねこのザバーンって海がこのしぶきがかかったりするんですけれどもそういうのを全然平気な防塵、防滴ですねそれと光学の手ブレ補正が搭載されておりますあとはですね、えー、こちらの操作系もすごくシンプルになってボタンが3つしかないですね直感的にメニューもこの全ての、はい、操作系も。 はい直感的に操作できますのでほぼマニュアルですね僕見たことないぐらいですねはい簡単に操作できるボタンとなっておりますねはいあとはですねもちろんこの背面の液晶もすごい綺麗ですね高精細で見やすい液晶ですねあとはですねはいこちらのバッテリーとかですねはいこうちょっと押してこれ取り出すんですけどもね、はい はいそれとこのカードがですね格段にすごく取り出しやすくなりましたねはいワンタッチではい交換することができますのでこちらもおすすめですねはいという感じで非常におすすめのライカ Q2 ですねはいではですね、えー、こちらの個体今回もすごく綺麗な個体箱付きの個体が入ってきておりましてはい とてもおすすめなんですけれども、はい、外観から見ていいいいきたいと思いますはい、今回もご覧いただいてます通りほぼほぼ使用感経年感こうざっと見たところほぼ感じないんですけれどもはいえー、強いて言うとですねこういうところですねにコツコツとピントロスがあるのがビデオでもご覧いただけるかなと思いますはいこう爪でなぞるとこう ちょっと感じるぐらいのですね。はい。当たりというほどでもない、ちょっとスレがこう見られますね。はい。ほぼ気にならないと思いますけれども、一応ご留意いただけたらと思います。あとはこのフードもそうですね。ちょっとこういうところに、ちょっとコツコツと当たった跡がありますので、一応ご留意ください。はい。でもですね、はい、この、 キーシリーズですけれども使いこういうところが擦れてきてかなり味のある感じになってきますのでこちらもおすすめですねはい以前ですね福岡でハービー山口先生写真家のハービー山口先生が特賞を行ったことがあるんですけれどもそれにお話を機に伺いましたらですねハーーー先生こののシリーズ初代の ライカ9でしたけどもそれを携えてらっしゃいましてですねそのライカ9がですねこのフードがすごい削れてましてかっこよかったんですね。はい、でそれに憧れて僕もかなりこのフードをですね使い込んだので、はい、ぜひぜひですねこれをお求めになった、はい、お客様もですね是非是非こういった部分を使い込んで ぜひ自分のものにしていただきたいなというふうに思っておりますねはい使い込めば使い込むほど使い込むほどやっぱり自分のものになっていきますのでぜひぜひおすすめですはい、えー、ちょっと話がそれましたけどもはいえー、あとはですねこの底面もご覧いただいたと思いますけれども、はい、どっかにぶつけたり擦ったりですとかですねもちろん落下痕とかももちろんありませんね こい滑り止めの部分も摩耗とかありませんし背面の液晶も傷とかもちろんないですねこのファインダーも綺麗ですねこのボタンのこのスレとかもないですねアイレンテの削れももちろんありませんねはいレンズももちろん綺麗です曇りがあったりとかすれがあったりとかもちろん全くないですねはいゴミが入ったりもしていないです はいえー、先ほどもご覧いただきましたけれども何枚か試写を行っておりますけれども操作系とか、えー、この写りに問題はもちろん全くありませんねはい付属品がですけれども、えー、もちろんボディとこちらの、えー、フードつきますねあとはこのフードを外した時に フードいらないという方もいらっしゃいますんでこのフードの代わりに取り付けるこのリングがあるんですけれどもこれがもちろんついてますね,ねこんな感じではいお使いになることができます僕はフード派ですねはいはいはいほぼですねこのフードをつけっぱなしではいお使いになっていただくことと思いますはい ほぼですね、この露出とかでもですねもうオートで全然取れちゃいますねピントももちろんオートフォーカスで全く問題なく撮影することができますあとはこちらのはいえー、店をですねこちらもともと付属しております革ストラップが付属しておりますそれともちろんバッテリーとバッテリーシャージャーの ケーブル類ですね、はい、それとバッテリーとかこのチャージャーを保管するためのこのライカンドのロゴ入りの袋が、はい、たくさんついてますねこちら全部お付けいたしますそれとクイックスタートガイドとかこういう書類の関係ももちろん全部ついてますねはいまあすごく直感的に簡単に取り扱いできるボディですのでほぼ マニュアルと首ぴきになっちゃうことはないと思いますけれどもこちら英語ドイツ語ですけれども、はい、全然この絵を見ればですね、はいえー、取り扱いことができますね、はい、こちらをお付けいたしますあとはこちらの中箱ですねはいこちら付いてます、はい、この中にですねこのウレタン 詰まってますけれども、この中にすっぽりとこちらボディを収めてお届けいたします。ショックを与えたり傷をつけたりせずにお届けすることができます。はい。こうすっぽりと入れてですね、お届けいたしますね。続いてこちらの外箱ですね。はい。こちらの外箱も、はい。正真正明の元箱ですね。はい。シリアルもしっかりと一致しております。はい。 こちらもですねあの汚れたりとかこの破れたりとかしてないですね正真正銘の綺麗な元箱ですのでこの他にも適,適してますので、はい、ぜひお使いになっていただければと思いますはいということでですねはい天使も激推しの コンパクトデジタルカメラボディライ i a q 2ですね、はい、こちらはブラックのものになっておりますはいこちら一応中古品になりますのでお客様から買い取った中古品になりますので多少の、はい、このすれとか、はい、使用感はありますけれども、はい、あらかじめご留意くださいでもですねすごく綺麗な両部品といって差し支えない ボディとなっておりますのでもちろん安心してお使いことがお使いいただくことができますはいということで、はいライカのはいおすすめデジタルカメラボディライカ Q2 ですぜひお早めにチェックしてみてください以上です。